どうも、くまです。本日は水着ヒルダ専用武器プラさんができたのでご紹介をしていこうと思います。よろしくお願いします。それではまずは水着ヒルダの性能見てみましょう。はい。全体1.65水属性ということで星さんの中では圧倒的な最強キャラとなって おりますでは、まずは、通常ヒルだと比較してみましょう。こちらです。はい。全体0.7水。ということって、倍率が2倍以上違うと。はははは。まあ、星2と星3の差なので、まあ、どうしても開きは出てしまうものの、やっぱりね、星3の中でも一番強い倍率を誇っているので、 うん。まあ、比較にならないほど水着ヒルダは強いということになっております。そしてね、えー、星3の中で最強なので、星4の中で比較してみても、トップ3には入る威力となっております。なので、この水着ヒルダは星4の中でも当たりと捉えてもらえれば問題ないかなと思います。じゃあ星4の最強キャラと比較してみましょう。はい。 カレナですね。まあ、カレナを抜けるのはほぼいないので、星4の中では。あの、全種族合わせてもカレナを抜けるのはなかなか現れないので、まあ、ちょっと比較がちょっとかわいそうな感じになってしまいますが、まあ、全体1.69の先生ということで、まあ、魔法攻撃なんで筆中もね、お互い持っているので、かなりね、やっぱりカレナの先生ってのが強いんですよね。なので、倍率は、あの、全然差がない。 むしろ属性攻撃がついている分今後の展開を踏まえるとヒルダの方が強さはあるのかなと思うのですがこの先制が思った以上にアドバンテージが非常に高いのでどうしてもここはやっぱり彼ナに軍配が上がってしまいますまあただしこの彼ナを除けばこのヒルダ、まあ、トップ2には入る強さなので全然ね 妥協せず育てていいと思います。じゃあ、通常絵見てみましょう。はい、こちらですね。まあ、すくみず、なんすかね。はははは。うん。まあ、カレーかあの、昼だらしいといえば昼だらしいよね。まあ、ちょっと、ちょっと暗めの性格なので、まあ、昼だらしいかなと思います。まあ、SDA 見てみましょう。はい。こちらですね。SDA は、うーん。 なんかちょっとすくみずっぽくない。なんかちょっと、ちょっとよくわからない。ははははは。感じになっておりますが、まあ通常ヒルダと比較した場合においても、まあ水着ヒルダの方が SD はいいかなと思います。うん。じゃあ後ろ姿見てみましょう。はい、こちらになります。後ろ姿になると、さすがにすくみずっぽさは伝わってきますね。 なかなかいいんじゃないでしょうか。前から見てもこんな感じと。まあ、ちょっと大きくなるとやっぱりあれだな。すくみずっぽさが分かりやすくなりますね。じゃあ、早速、この水着ヒルダー、試し切り行ってみましょう。はい、試し切りをやっていくのは、ルツエルのお仕事上級となります。レベル51ですが、どれぐらいの威力があるのか。わ、うん、かったよ。行ってきます。んやりするよ。おー いいね <laughs> エフェクトなるほどな通常絵で持ってたボールみたいのがここで行ってくるのかこれいいっすね <laughs> このエフェクト好きだなちょっとゆっくり見てみようかなそして威力も申し分ないさすが1.65かわいいねいやいいねこれはいいっすね普通に あ、これはエフェクトいいな。はははは、いいね。ああ、ヒルだ、なるほどな。そういうところでもアドバンテージが、他の星4、よ星3と比べてあるかもしれない。いや、いいな。ちょっとこのエフェクト、気に入りました。探し物の探知なら得意だよ。私なりに、 色々手伝えることがあるといいなはいというわけで水着ヒルダのご紹介でしたまあ星さんの中では破格の性能を持っているのと星4でも引けを取らない性能を持っていますそして見ていただいたら分かる通りエフェクトが良かったね <laughs> 攻撃エフェクトはすごく可愛らしくていいキャラなんじゃないかなと思います ま、ルダにね、とてもあったスクミズという衣装ですし、育てる分には、全然ね、ありだ、ありだと思います。それではご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。またね。